はい、皆さんこんにちは、ドラゴンです。今回はですね、エプソムカップの予想をしていこうかなと思います。エプソムカップはですね、東京芝 1800m で行われるわけですが、まあこのレースですね、まあとにかくスロー勝負、スローからの用意ドン決着という、そういった特徴があります。なので本当に100室とかですね、結構絞りやすいレースだと思いますので、僕前回このレース当てることできましたんでね、なんとか今回もね当てることできたらと思っております。それではやっていきます。はい、東京芝戦8はですね、先ほど言いましたようにドスローからの用意ドンという競馬になりやすいですね。前年はですね、レイエンダ、サラティア、ソーグリッタリング、まあ、いずれもですね、最後の前目につけた状態で最後の、直線のみの上がり勝負で、そこで、決めたという、形になりました。なので後方からのね、追い込み競馬、そういった馬はですね結構厳しいのかなと思ってます。なので入れるとしても紐ですね。おまけに雨の影響で大まま濃厚ですので、まあ土曜日もね、かなり降ってましたから、水はけの良い東京競馬場でもね、回復は厳しいのかと思います。まあ雨が止んだとしてもですね、内は空気なんだと思います。雨の翌日はですね、内から馬場が乾いてくるんですよね。なので、その状態で内の方が有利になってきます。もともとこの東京芝1800もですね、特殊なコースで、まあ本当に外枠が不利な、コースになってます。なので、まあ、軸を決めるにしても、内枠からですね。まあ、相手の方もですね、内枠からできれば選んでいけたらと思っております。はい、俺的調教ランキングですね。調教ランキング5位、サラティア。調教ランキング4位は、エメラルファイト。調教ランキング3位は、アンドラステ。調教ランキング2位はアイズストーム。調教ランキング1位は里の朝ですね。特にですね、この調教ランキング3位のアンドラステ。これね、枠がね、ちょっと悪いんですよね。枠が悪い。でもね、この馬って僕、小倉でですね、現地で見たんですけど、ほんと、最後の末足っていうね、もうとてつもないものがありました。2着だったんですけどね、その時ね。なので、まあ、このまま化け物候補だと思ってます。なので、ちょっと期待している一頭ですね。では、9番のエメラルファイト。こちらのですね、調教で調子を上げてきています。なので、狙っていきたいなと思ってますね。はい、オロネレバ第3位は、里の朝ですね。金層復調気配にあるかなと思ってますね。この動画をね、3番で指名します。金2層で上がり最速を記録しており、崩れていないっていうのも魅力でしょう。おまけにね、ディープサンクなんですけど、大馬場に強いですよね。というのも魅力だと思います。まあ調教をしっかりね積んできておりますので、ここは相手に入れておきたいなと思ってます。ただ里のアーサーの不安材料とすればですね、中3周という過密ローテ、おまけにね減り続けの馬体重、そこがちょっと課題ですね。これ能力で克服してくれるかなと思いますので、まああとはね、プラス馬体重で来てほしいですね。お願いします。はい、9番のエメラルファイトが第2位です。先ほども言いましたように解体一頭ですね。前走同条件で惜しい KO を見せた動画で、まあ早い上がりをね使えない馬なんですよね。今回の応募開催はですね向いているのかなと思います。ズブズブ行く競馬なんで、ズブズブ行く競馬をする馬なんでですね。あとね、クローデサークというところで、タフなババのね、本当に力を発揮するケットで、今回がね、買い時かなと思ってます。調教もね、好調維持、むしろ上積みあるんじゃないかなと思ってますね。ここは、狙っていきたい一頭かなと思っております。9番のエメラルファイトを、第2位と、示させていただきたいなと思っております。もう全然人気ないんでね、13番人気なんでね、今んとこ。これはね、買わない手はないでしょう。狙ってきます。
はい、俺の褒め言葉は装具リッタリングです。前走が強かったですね。休み明けにもかかわらずマイナス14キロで、まあちょっとね、垂れるんじゃないかと思ったんですけど、まあそれでもね、前目で進めて持ち味のしぶとい競馬見せましたね。うん。それにもかかわらずですね、今回はね、人気がないですね。まあ川崎氏からの乗り換わりの影響というものあるかなと思います。まあ藤井寛一郎騎手は正直不安なんですけど、まあこの馬叩き強化型の馬ですし、真面目な馬です。堅実な走りを見せてくれる馬です。なのでここはね、この人気落ちは美味しいと思って軸でいきたいなと思います。藤井騎士の古馬重賞初制覇はこの馬かなと思っております。なのでうまく乗ってほしいですね。この馬の、特性をね、しっかりと池江先生からね学んで今回臨んでいるのかそこは分かりませんが、そういう風な、ところで臨んでいると期待して押したいなと思います。はい、改名に関してはですね、ソーグリッタリングの淡服、それとソーグリッタリングから、里のアーサー、そしてレメラルファイトへの生まれんワイドを流したいと思います。で、あとね、この馬たちからですね、注目馬への3連服を狙っていきます。その他注目馬です。サラキがですね、調教が非常にいい。あとね、ババが心配なんですけど、まあ舞台は合っているし、スローからの用意ドンの勝負が得意です。なので、前上でつけてくれる競馬をね、石橋騎手がしてくれたら残れると思って紐で入れます。8番のワインデル反論、ステイゴールド3区はね、大場ではとりあえず買っとかないといけないですね。府中待ってますし、まあ先行客室も魅力で、人気がないなら必ず抑えたい一頭ですね。13番のアイスストーム、父ストーミングホームというところで大場もある程度こなせるのかなと思ってます。東京戦8校舎でもありますし、今回は入れておきたいなと思います。14番のインビジブルレイズ、もう一度狙います。普通に強いはずです。叩き2走目の上積みも期待していきたいですね。で、先ほど言いました16番アンドラステ、調教もいいし化け物候補です。枠が痛いんですが、ここは紐で入れます。あともう一頭入れるとしたら17番のレインダですね。まあ今回不安と言われておりますが、このレース自体は合ってると思うんで、入れるとしたら紐で入れます。はい、というところでですね、今回はエプソムカップの予想をしてまいりました。この動画がね、少しでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。